太とジャニーズベスト中間淳太のレコメン。文化放送からお送りしてますレコメン。さあここからはですね、レン君が登場いたしますが、なんでもレン君が街を歩いていても、ドスルーされるっていうね。俺この間あったで、街の中で。ああそうなの。やっぱスルーしました。それはさすがにせんかった。ドスルーされるってことで、二人はどうですか、あの街で気がつかれた時には。気がつかれた時、なんなんです、どうする。だから、気づかれないってことでしょ。気がつかれないってことだ。気づかれた時はそら全然あるよな、気合、ほぼ気づかれへんで、そんな。あ、そう、気づかれへん。気がつかれたら気がつかれたで、どんな感じだ。うぜやっぱりね。やっぱりそうだ。気合くね、そうじゃなくちゃ。イメージ通り。ファンです。あーっファンです。あーっ怖え。やべえやつ。いや、逆にでも、レンとかは気づきゃ。そう、あ、でも、レン、確かに、気づかれにくいよ。そうなの、一瞬わからんからね。あ、そう。一回僕、ディズニーにね、一緒に純ちゃんと行った時、気がつかずに純ちゃんなんか優しい感じだったから、うまいことやってなと思って。何がありがとう、みたいな。そらそう。切り山くん見習いやつなんだよ、ほんとに。2メーター上がらなかった。あーっ絡みたくない。長瀬廉です。さあ報告遅くなっちゃいましたけど、映画4種ペダルクランクアップしました。いやー長かったね。なんか全部で2月の中旬ぐらいから撮影して、まあ撮影中止期間も含めると6月の中旬なんで、だいたい4ヶ月か、4ヶ月かかりましたよ。もうスタッフさんもキャストさんもすごい頑張りましたね。でもね、中断して6月に入って久しぶりに撮影したんですけど、撮影期間3日なのよ。あと3日間撮り切れてなくて、その3日間だけ撮影して、その度また前髪ちょっと短くしてっていう感じで、でキャストさんはケンタロウくんしか会わんかったね。ケンタロウくんとのシーンが残ってたから、なんか自粛期間中のこと話したりとか、なんかめっちゃ買い物しちゃったねって話をして、で箱がめっちゃ届くんですよ。でなんか2人でその箱を見て、なんか配達の段ボール開けるときってなんかクリスマスプレゼントっぽく感じないみたいな、そういう話してました。マジどうでもいいよね。そうそうそうです。髪型もそう、終わった瞬間速攻割と染めたね俺髪の毛を。何色にしたかっていうと、俺赤にしてたの最初。もうだいぶもう残ってないけど、もう跡形もなく残ってないんだけど、なんやろな。で俺ちょくちょく、例えば襟足の部分とか中の方とか見える部分の一部分に普通に黒を入れるのが好きなので、金髪にしてた時も後ろとかちょっと上は黒の部分わざと残しててんけど、なんかそういうのもちょっと黒を入れるっていうのが好きなので、今回は赤にしつつ黒残してて、で落ちて今は濃い茶色です。どこ行っちゃったんだろう赤ね。そうだから髪型はもうしばらくお休みかな、坂道くんの。あの前髪また長めの長瀬でお届けしていきたいと思います。です。で主題歌がね、キング&プリンスの新曲キーオブハートになることも発表されました。A メロを僕が最初歌ってるんですよ。で歌詞の中に坂道って入ってるんですよ。そこなんか、まあ、解読風に言うとエモい。エモいですよね。エモいってさ、何なの？なんかさ、エモーショナルって意味でしょ？カイトがエモエモ言ってた時期あったから、まあいいや、調べておきます。エモいです、とりあえず、この歌は。エモい！それでは声もレディオガーデン始めていきましょう。あなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。今週の王国事件簿、永瀬廉、そしてキング&プリンスの周りで起きた事件を見出し風に紹介し、それについて話していくトーク企画です。
まず最初の見出しはこちら。親友、勘違いされるです。なくちゃ、まあ世界一周の親友ですよ。仲いいので、ちょっと、で、買い物行ってたんですよ、二人で。で、二人ちょっと別々のとこに用事があったからちょっと別れて。で、合流した時に、親友が、おいれ、やばいやばいって。その子マスクしててんけど、今親友ね。今女の人に話しかけられて、高橋海人くんですかって言われたって言ってきて、応援してますって言ってきたらしいの。親友の話を聞かずにね。その親友も違うよって言ったらしいんですよ、女の子に。違う。そうそうそう。で、なんか親友も、そう言われたから、ちょっとテンパっちゃって、ありがとうございますって返しちゃったって言ってきた。で、俺もよく海人と似てるって言われるやん。この理論でいくと、3人顔似てることになるんだよね。で、なんでかわからんけど、俺は全く話しかけられへんかった。バレなかったね。親友だけ海人に間違えられて話しかけられてたのに、で、よく、すれ違ったのよ。あ、ね、あの子に今話しかけられてみたいな。マジか。まあ、普通に歩いててんけど、ガンスルーでしたね。しゃねえかと思いや、帽子もかぶってマスクしてたから。あ、ごめん、カイトのダンブルまだ買ってないのよ、この段階で。いやー、どうしよう。うん、ごめん、もうちょい待って。本人に言いづらいから、ここで言うわ、もうちょい待って、カイト。一つ目はこんな感じでした。次の見出しいきますね。次の見出し、こちら。親友に幸せが訪れる。ということで、世界一周のさっき出てきた親友ね、ついに彼女ができました。てなわけで、何ヶ月か前にこのラジオで親友の彼女を募集しておりましたけど、ここで一旦締め切りとなります。ありがとうございます。たくさんのメールありがとうございました。親友の方からこれはラジオでじゃあ報告した方がいいよねって言ったらもちろんっつって、なりたかった人には。本当申し訳ないわって言ってましたね。たくさんのメール来てたようで旬の彼女なりたいっていうね、うん、ごめんねみんな募集締め切っちゃったのよ。しかもねその親友の彼女トルコ人です。そうトルコ人、日本語もペラペラで、まあ、普段は英語で話せるらしいんだけど、でそのトルコ人の方との出会いがマッチングアプリで出会って、そのトルコ人の方気になったみたいで、うん、結構か綺麗な方でした。あ、見してきてんけど、でなんかね幸せそうでおめでとうって感じ、マジでなんかすごかったよ告白の仕方。いや言ってきた、これラジオで言ってって言われたから。いやでもね正直ちょっと言いたくないね、俺の親友の株が上がっちゃうから。ちっちゃい。なんかね、12本かな ?10 本かな、海外どっかの国では、告白するとき、付き合ってくださいっていうときとか、結婚してくださいっていうときに、12本の花束を渡すねって、バラかなんかの。で、それをやったみたいで、普通にデートしてて、その日は。で、一回家帰って解散して、もう一回呼び出すっていうことを作戦として考えてたの、親友は。で、呼び出したときに、衣装展示して、なんか結構きちっとした服装に着替えて、もう一回そのトルコ人の方を迎え入れて、花束を渡して、付き合ってくださいっていうことを言って、OK をもらったみたいなんですけど、なんかかっこいいよね、花束を渡すっていう。で、海外ではその、OK の証、付き合ってくださいって言って、分かりましたっていう証として、もらった花束を一本返されねって、で、ちゃんと返されたみたいで。胸ポケ挟んで写真撮ってました。おめでたいよ、本当にもう大事件ですねこれは。僕の中でトルコ人ってまたすごいね。でも本当マッチングアプリでだって出会って付き合うっていう人多いやろね多分今。うん、すごいよね、なんかそうやって出会えるのって、なんか時代の進歩を感じますね。もちろん俺はやったことないよさすがに、だけど友達がそういうのを教えてくれる、そうこのアプリ出会ったんだよみたいな、いろんなアプリがあって紹介してされたけど別に興味ないですみたいな、さすがにね。うん、いやおめでとう親友、末永くお幸せにって感じです。ということで以上今週の報告事件簿のコーナーでした。それではここで一曲お送りします。キン
ング&プリンスでシンデレラガール、どうぞ。紹介していきましょう。愛知県はレン君を額に額に入れてかお家に飾りたい3 OK。 レン君こんばんは。先日岸君がキンプリの皆さんのお顔のステッカーが私物に貼られているというお話をされていましたね。友達と岸君つらい誰の仕業だろうと話題になりました。翔君が面白半分でやり始め、ジン君が我乗りで一緒になり、楽しそうと仲間に入っちゃう仲間に入っちゃうカイちゃん、レン君はそれを見て笑い、そっちにも貼ったらとそそのかしたり、こんな感じかなと妄想を繰り広げて笑っておりました。真相はいかがでしょうか。ちなみにステッカーは明治ナイトの特典なのでしょうか。よろしければ教えてください。まずステッカーは大正解です。明治ナイトの特典です。でなんかすごかったの、でも結構正解ですね。ショーがまず面白半分でやり始めてて、 M ステの時です。出た時のスタンバイ中、結構まあ1時間ぐらい時間あったから、いや面白かったのよマジで。あのね、まず運転免許証を、顔写真あるじゃないですか、運転免許証、そこの顔写真の部分を誰だっけ、カイトにされて、ちょうどその明治ナイトの特典のステッカーの大きさが顔写真ハマってたのよ。で、あの事務所の入館証があるの、ジャニーズ事務所の入館証で、それで行き来するんですけど、事務所内を、そこの岸優太って書いてある部分を俺のシールに貼られてて、俺一番好きやったのは、あの岸さんの財布勝手に取って札出して、その野口英世の顔を平野翔の顔にしてた。くっそおもろかった。マジでサイズ感ちょうどいい、そうほんまに。で、キング&プリンスってロゴのステッカーがあったよ。で、岸さんの財布のブランドのロゴが書いてある部分をキング&プリンスにして、あと運転免許証の住所あるじゃん、住所書いてあるとこ、そこも King&Prince のロゴのシールにされてて、キさん喜んでたね。うん、喜んでた、笑ってた。だって事務所の入館証のシール、俺の顔写真のままやからね、まだそれ喜んでるよ。そうだから、ジンも悪いノリで一緒になって楽しそう、仲間に入ってたらかいと思う。で俺はそうね、もうマジその通りの構図ですね。待ち時間、そうね、なんかたまたま、そういうしょうもないこといつもやっていいけど、M ステの待ち時間は、たまたま、ステッカーっていうのがあったから、いやー、ほんま、お札が一番おもろかったね。ガチでおもろかった。お札乗りたいって言ってたから、しょうも。
それはしょうがないかと思って見てましたっていうのが真相です。面白かったよ。あ、そうなんや。そうそうそう、だからステッカーこういう貼り方ダメよみんな、ほんまは違うからね。ちゃんと、なんだろうな、筆箱とかに貼るんかな。決してお札や免許証に貼ってはいけません。真似しないでください。てな感じでした。質問や感想、伝えたいことなどどんなことでもいいので番組宛てにメッセージを送ってください。宛先はエンディングで紹介します。キングオブプリンス永瀬廉のレディオガーデン。今夜もエンディングの時間になってしまいました。ここで僕永瀬廉からのお知らせです。キングオブプリンスのニューシングルメイジナイトが現在発売中です。ドラマ未満警察ミッドナイトランナーのダブル主題歌です。ぜひチェックしてください。永瀬廉が主演を務める映画「弱虫ペダル」が8月14日に全国公開されます。主題歌は King&Prince の新曲「Key of Heart」です。いい曲です。よろしくお願いします。この番組では皆さんからメールを募集しております。質問や感想を伝えたいことなど、どんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスは ren@joqr.net、ren@joqr.net です。いよいよお別れの時間ですが、ここで恒例の雑学メールいきたいと思います。神奈川県は令和の紫式部参上。お、すごい。今日は永瀬さんが前に気になっていたパスタなどの一人前の量が簡単に分かる方法についてです。ペットボトルの蓋にパスタを差し込むだけで一人前の量パスタが作れるらしいです。お時間があればぜひやってみてください。ペットボトルの蓋って、あ、これかにパスタを差し込む、こういうことか。そんな簡単に分かるすごいよ、これ画期的よ。こんぐらいかなってならずに済むよ。いやでもさ、うちペットボトルないの今。コップで、あの、いや紙コップで飲むわ。洗うのめんどくさいから。紙コップ、ウォーターサーバーがあるから紙コップに入れてジャーってやってそれで飲む派やから、ペットボトルあれでいいのかな、調味料の蓋。同じような大きさのやつあるやん、なんか同じような焼肉のタレとかさ、なんかこんな感じの蓋あるやん。それで多分いけるから、それでやってみるわ。ペットボトルってさ、捨てるときめんどくさいのよね。やっぱラベル剥いて蓋と別々、全部別々せなあかんから、あんまうちはペットボトルは使ってないな。だから別のもので代用できたら逆に教えますよ、雑学として。これできたよって。ありがとう紫式部さん、勉強になりました。リスナーの皆さんもね、一人前分かんなくなったらペットボトルの蓋でできますから、チャレンジしてみてください。てなわけで、お相手はキング&プリンスの永瀬廉でした。それではまた来週、バイバイ。